霊松寺は、大阪二勝樹市にある、総統州の仏教寺院。三号は、清志山。本尊は十一面観音。次伝によると、八世紀中頃に行期菩薩が、改装したと伝えられている。当初は、牛界山地蔵院と称していたが、1412年に、無月明王禅寺が、大松の下から現れた、黄金仏を、本尊の体内に収め、 道を再興し、寺名も霊章寺と改めた。本堂1558年には、大木町天皇の直願寺となり、翌1559年に、臨時や直学を賜ったと伝えられる。その後、将軍家を支配し、機内に牽政を振るっていた芥久川城城主、三好長家ら一族の信仰が厚く流星を、極めたが、天正年間に、当時の高月藩の藩主で、 キリシタン大名としても有名な高山氏の陛下に、かかり、諸道を消失した。江戸時代の寛永、京法年間に、本堂や栗、首老、山門などの道を再建した。現在の道は1991年に再建されたものである。境内には、三好の寛寛一氏と呼ばれている、長慶の嫡男で、芥川上場主でもあった、三好義沖の自然石で作られた墓や、 江戸時代の高槻城城主、時定吉らの墓があり、堺以外にも高槻城城主であった、入江春正の墓がある。また、説明書図へには、山門の脇に自伝にちなむ追松が生えていると、紹介されているが、現在は存在していない。ありがとうございます。